ジャン前2コーナーカーブ、切った高橋義明、その上をジャンで3番藤井純也がまず抑えていきます。藤井純也抑えてその3番手どうか、9番の松本拓也が外並走、インコースは6番の高橋義明、3番手が並走の状況になっています。兵庫勢後方打ちかぶって最終周回、外並走から踏み込んで9番松本拓也、前は3番の藤井と9番の松本、両者が踏み合っています。第2コーナーからバックへと向かっていきました。まだ両者がっぷり四つで、インコース3番の藤井純也、外目には9番の松本拓也、バックでどうやらまくり切りました。追走2番の奥谷昭雄、そして7番の塚本隆夫が切り替えて3番手、その後ろからは4番の石田祐希まくっていきまして、現在4番手から3番手、4コーナーから直線です。バックまくり切った9番の松本拓也、松本拓也に2番の桶谷昭雄、両者の争い。上手だ。松本選手の姿勢がなさってました。そうですね。すいません。変なフォームでできるまでね、ちょっと並走が続いたんで、かなり足使う展開だったと思うんですけど。しのげたんでよかったです。そうですね、めちゃ変な中途半端なことしようで、はい、ちょっと慌てちゃいました。当初の予定はどういう組み立てだったんですか。まあ、あそこだったら、はい、まあ、叩いてすぐ増えていく感じだったんですけど、はい、僕のところ止まったんで、でもこれちょっとテンポがおかしになるかな、ちょっと見すぎて変になってしまいましたね。まあ、じゃあ、タイミング的にはちょっと自身の、そうですね、一発狙った方が良かったかもしれないですね。ちょっと足の感じもちょっと微妙なんで、はい、まあ、ちょっと修正します。